4、3、2、1。注目して見ていただけたらなと思います。わかりました。Thank you.
手が集まってると思いますし、自分自身去年はその立場に立てなかったので、本当に、いい相手とできているなと思いながら、本当に圧倒しようと思って試合に臨みました。去年は、本当にこの大会で活躍することができて、自分の人生がガラッと変わったと思いますし、今年は、全日本に入るためにも、入るために入ることも急にして本当に戦っているので、本当に大きな、自分にとって大きな大会だなと思います。帰ってからは、プロの練習会に呼ばれたりですとか、そういうのが多かったので、本当に人生がガラッとそういう部分では変わりました。プロとしてもう一段階ステップアップするために、この大会では本当に圧倒した活躍を見せたいなと思ってます。